はい、どうも、ティーチャーです。今日はこちら。今日はですね、新しい電動がまた出るんでね、こちら紹介していきたいと思います。ということで、今回ですね、これなんて読むんだろう。雲の上の、これなんだ、難しいな、これ、クジャクとかかな。わかんないですけど、9月20日より、2カラーチェンジ電動パラシュートが登場するみたいですね。なので、今回は、メインとしまして、パラシュートですね。パラシュートの電動ってなかったっけ？あれあったか？飛行服とパラシュートはあるけど、でもパラシュートあった気がするな。あったんですけど、今回初めての2カラーチェンジということで、展開モーションやロビーでの展示効果付き、覚醒後には専用特性も開放ということですね。なるほどね。まあ、その他にも、金枠の衣装、乗り物、重機なども入ってるみたいですね。まあ、衣装はね、これ、なかなかセクシーな感じになってますけど、まあ、こんな衣装とかも入ってると。で、電動セレクションなんで、ガチャ的にはピンクのチケットだと思うんだけど、このルーレット電動ってことかな、多分。ガチャの内容としては、デュアルとかと同じ系統のやつかな。まあ、デュアルだったり、81、MCX あたりと同じガチャだと思いますね。まあ、なので、天井がめちゃくちゃ運が良かったら4、5万ぐらいで手に入るガチャかなっていうやつですね。こちらがね、金曜日から開放されますので、まあ、ぜひ欲しい方はね、ゲットしてみてください。まあ、僕もチャージ特典ぐらいはね、やってもいいかなと思います。まあ、2カラーって書いてあるんで、もう一方の色がすごい気になりますけどね。何色なのか。これ多分普通のバージョンがこの白。というか、まあ、水色というか、こんな感じのね、色だと思うんですけど、もう一個が多分黒とかなのかな。ちょっとそこが気になりますね。まあ、なんですけど、パラシュートにちょっと4、5万は高いなと思うので、僕はチャージだけでいいかなって感じですね。はい、ということで電動来るみたいなんでね、皆様ね、欲しい方はゲットしてみてください。あとね、イベントが来てまして、地味にね、これですね、またこの幸運ボックスが来てまして、僕が邪魔ですね、場所移動します。こちらですね、幸運ボックスということで、これはですね、1280金券。消費すると中身全部ゲットできるってやつですね。これ個人的にさ、僕結構こういうの好きなんですよね。ふざけたシリーズね。これはですね、趙雲ですね。まあ、三国志の趙雲ですね。で、なんか旗もついてて、これいいね。これ僕好きですよ、めっちゃ。で、なんつってもね、僕これがめっちゃ好き。これ、この衣装。これめっちゃいいね。これめちゃくちゃいいね。って感じになってますね。中身が全部で10回分ぐらいあるのかな？これ1回20金券だっけかな？確か。最初の10回で確定アイテム。これか。これなんか、黄色？この黄色いマークがついてるやつの、どれかが確定で出るって感じか。10回引くと。だから200金券で1回確定するって感じかな。まあ、ちょっとね、初回無料なんで、ちょっと引いていきたいですね。ちょっと引きましょう。いきます。初回無料。5。はい。さあ、何が当たるかな？ああ、そんな感じね。当たらない感じか。これさ、全部購入をさ、後からでもできんのかな、これ。ああ、すでに持ってるやつがあったら割引されると。なるほどね。じゃあちょっと引いていこうか。ちょっと引いていきます。まあ、1回20金券なんでね、少ないので、ちょっと引いていきましょう。1回20金券でこの演出って結構僕、いいと思うんですけどね。はい。さあ、どうだ。そう、あとね、ちょっとガチャ引いてる途中で申し訳ないんですけど、ログインとかでなんかね、もらえるやつあるんで、ぶっちゃけこれ使えばタダじゃねっていう感じで、はい、受け取って、今多分200、300金券ぐらいもらったと思うので、実質無料で引けちゃうと。さあ行きましょう。最初の10回の確定でいいやつ来てほしいけどな。これでなんかちょっと槍とかが出るとしょぼいけど、さすがに出ないか。この辺で来てほしいところではあるが、さすがに無理か。はい。そろそろね、確定ですね。さあ、何が来るか。あ、やったこれ出た。やったね。あ、で、ちょっと安くなるんだね。いや、でもこれさ、どうなんだろうな。これ全部コンプリートか、ちまちま買うのどっちがいいんだろうな。これいらないからさ、コンプ。まあでもなんか確率的にこっちが次出そうだよね。あ、めっちゃこっちが出そうな雰囲気してるわ。まあ一回ちょっと買っちゃうか。20個。20個ちょっと一気に買って、あ、次ちょっと値段上がんのか。ちょっとまあ買いますけど、はい。これスキップできないんかな？ああ、できるんだ。そんな感じで。じゃあもう一回行きましょう。はい。ここでなんか出るよ。はい。お！いいね。こっちが出たわ。こっちが出ました。で、最後に、この衣装が欲しいな。いや、これ当たるかな？あ、でもなんか槍も出た？もしかして。あ、出たね。あ、槍も出た今。どっちも出たか、一緒に。じゃあ、あと15回で確定なので、これどっちがお得だ？あ、これ断然、あれだね。断然引いた方がお得だね。あと、まあでもちょっと、一応、なんか出るかもしんないから、一応これぐらいで引いて、はい。で、あと10連で出ると。これ、ちまちま引いた方が多分お得かもしんないな。はい。よし。多分半分ぐらいお得に引けてるはず。うん。全部購入より。はい。さあ、どうだ？これ出るね。はい、OK、出ました。これ、いるんって感じするけど、うん、こういうシリーズ僕好きなんですよね。はい。一応持っときましょうということで。はい、よしよし、嬉しい。はい、ということでね、多分かなりお安く取れたと思うんですよね。ちょっといくらで取れたかわかんないですけど、まあ、そんなにかかってないと思う。1000金券ぐらいで取れたんで、これは普通にね、ちょっとふざけたシリーズで使うのね、いいので、あ、いいね、めっちゃいいじゃん。これとかめっちゃええやん。マジで最高。はい、ということでね、このガチャ、一応ね、1000金券ぐらいあればゲットできると思うので、ぜひ皆さんもね、ゲットしてみてください。まあ、初回無料があるんでね、そちらもぜひご利用してみてください。はい、ということでね、電動ガチャが金曜日に来るのと、こちらね、1回20金券で引けるガチャが来てますんでね、こちらもぜひ皆さんやってみてください。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。ありがとうございました。